されて恋じゃないから、二人はまるで捨てれ子みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた木箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、きしむベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。歌に愛がしらけてしまわぬように。